はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージュです。では今回は、提督の決断3パプキット PC 版レイテオキ回戦からのシナリオ続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、順調に大陸方面の攻略進めてまして、ご覧のように昆明、重慶と制圧をして今成都の攻略を始めているところです。一方ですね、残念ながらアメリカ軍の艦隊の再建が予想以上に早くてですね、トラックを奪われてしまってますので、このトラックの奪還のためにですね、ペリリューの方に栗田艦隊と小沢艦隊、戦艦武蔵大和率いる第2艦隊栗田艦隊と、小沢機動部隊、これをペリリューに入れて、ペリリューからですね、トラック攻略を目指していきたいというふうに思っています。ただ、すごく危険な作戦になると思うので、なんとかね、速やかに攻略を行う必要があると思います。では、時間を進めていきます。では、トラック攻略戦、奪還戦ですかね、始めていきたいと思います。ウェイキーの方にもですね、トラックを攻略した、おそらくアメリカ軍の第一航空艦隊だと思うんですが、これが今ウェイキーに向かっていて、ウェイキーも陥落の危機になっています。ただ、裏を返せばですね、このトラックに、今敵の艦隊はいない。航空機の数もまだ24。防御戦力は8のみなので、今ならまだ奪還できるということで、夜の間に第2艦隊を出撃、続けて第3艦隊も、第6艦隊も出撃させていきます。ペリリューから第2、第6、栗田艦隊と小沢艦隊、これを夜のうちに出撃、明朝に攻略を始めていきます。はい、これで成都の攻略が完了です。残った西安ですね。ここを取れれば中国大陸、完全制圧という形になります。で、一方ですね、トラック攻略作戦の方なんですけども、こっちの方は今艦隊が出撃してまして、もうすぐ夜が明けるという段階ですね。この後トラックの方には栗田艦隊、小沢艦隊を向かわせて、これの奪還を行っていくという状況です。はい。では、ここから、トラック攻略戦、本格的に始めていきます。まずは、小沢艦隊からですね、第一次攻撃隊、これを出していきましょう。で、この後はですね、小沢艦隊、栗田艦隊を突入させます。敵の航空隊数多くありませんので、もう自動選択でこのまま選んで出撃させます。とはいえ、直縁40まで増えてるか。思ったより多いな。で、味方の損害も大きい。まあ、こうなってくると、自操作した方がいいかもしれませんね。今のところ、グアム、サイパンの敵基地からですね、発見されることなく、うまくトラック島に近づいている状態なので、このままですね、栗田艦隊を突入して陸戦隊を下ろしたいと思います。で、現在、西安攻略戦始めています。成都の方には、重慶から基地航空隊を転属させていますので、転属してきた基地航空隊で成都を爆撃して、北京と成都から陸戦隊を送り込んで、西安を一気に確保しようという作戦ですね。で、これによって、中国大陸、が我々の手に落ちた後の戦略を考える必要が出てきて、まあソ連とはですね、まあ外交費あまりない中ではあるんですけども、なんとか改善を行っているので、カルカッタで、敵の攻撃を受け止めて、ほぼ全ての陸戦隊を太平洋の方に突入させてですね、アメリカ軍との対決に再び戻っていきたいなと思います。で、あと作戦なんですけども、二つ、あってですね。まあ、一つが、サイパン、グアム。もう一つがオーストラリア。どっちを攻略するか。まあ、これもう選ぶしかないので、自由にどこそこ基地を攻略みたいな形で、提督の決断の方みたいに選べない。軍令部から提示されたものの中から選ぶ必要があるので、オーストラリアかサイパン、グアムか、どっちかをね、決めていきたいかなというふうに思っています。では、このまま、まずはトラックの奪還戦。空撃を加えて、
クリタ艦隊を突入させていきましょう。はい、これでトラック基地奪還できました。まあ、敵の艦隊が引き上げてくれていたというのが大きかったのと、トラック基地陥落後すぐにですね、部隊を送り込んで奪還することができたということで、敵の陸戦隊の数がね増える前だったというのが良かったかなと思います。ウェイキーの方も心配なんですけども、ウェイキーの方にどうだろうな、部隊を送り込む余裕があるかどうかですよね。このウェイキーに向かうためにはクエセリンと、まあ、サイパン、グアムの間を通らなきゃいけないので、このルートを通っている時に敵の艦隊の攻撃を受ける可能性がある、まあ、そのリスクをどう、まあ、取って救援に向かうかというところですね。まあ、当然トラックも危険なので、まあ、小沢艦隊、さらには栗田艦隊、これを一旦トラックに入れておいて、ウェイキーが危なければトラックから向かうというのを考えましょう。で、トラックの方には航空隊を増強したいんですが、航空隊が、まあ、ほぼない状態になってるんで、まずは戦闘機優先で何でもいいので配備しましょう。で、直援をやってもらう。まあ、ここまでね、行っても、中国方面に航空隊、だいぶ置いてしまってるので、これがいっぱいいっぱいですね。冷戦の後、新潟が12、月光が9。あとは、ハヤテですね。これごめんなさい。読み方教えていただいてありがとうございます。ハヤテ6を入れて、あとさらに、索敵機を入れておきましょう。これで、一旦、トラック、まあ、持たせるしかないかなというところですね。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回はですね、いよいよ中国大陸総仕上げ、西安の攻略、これを北京と成都から行います。で、トラックの方にしばらく小沢栗田両艦隊を置いておいて、ウェイキーに救援に向かうのか、ペリリューに戻すのか、検討をしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。